はい、ということで、今やっていきます。前回まで7連勝してきて、今順位がこんな感じ。まあ、名古屋がね、あと1点差で来てますけど、頑張って、残り2勝したら、リーグ優勝だね。やっていきます。よし。こんにちは。どうしても負けられない意地と意地がぶつかる今日の試合、雨の中の決戦となりました。実況は私西岡明彦、お隣の解説席には福西崇さんをお迎えしてお送りします。さあやっていきます。Jリーグ残り2戦。よし。芝もボールもとにかく滑りやすいというあいにくのピッチコンディションとなってしまいました。さあ、こういう日に注目するポイントはありますか？よし、ありがとう。こういう時は正確なボールタッチが大事ですね。この部分の差が普段よりもさらに際立つんですよ。よし。あとはやはりスタミナですね。さあ、バックトーレススタメンですね、今回。先発メンバーはいいですよ。さあ、レッドからトーレスの、ゴラッソ、おぉーゴールいやぁやついよーい。いやー、これはすごい。ここから、まあ、確かにフリー。いや、蹴った。もう入れた。強い。やっぱトーレス強いね。もう、これは強いね。いやー。勝ったな、これ。開幕何分？ 5 分？もう入れた。強すぎる。やばい。トーレス、すっご。あの位置から決めてきたね。ナイスすぎる。さあ、ミショからトーレス。さあ、ここ、なんとか通した。大丈夫今の。相手、だいぶ痛がってるけど。さあ、蹴れるか。厳しいか。さあ、クリアしてきましたね。よし。さあさあ、ポジションそこから。さあ、いいパスを通して、アディミューソン。まあ、戻して、トーレス、蹴りに行った。トーレス、強気だね。いいね、このトーレス。さあ、もう一本。ちょっと待って。もう一本入れた。強。これもう、強。このトーレス、強い。開始15分で2本入れた。やばー。これ、なんか僕全然何もしてないけど、この試合決まったかもしんない。やばー。強っ。フォワードでもいけるじゃん。やばー。あれを決めていく？おっと？さあ、おしゃれに？おって。厳しいね。よし。さあ。厳しい。お、取れるか。お、取れた！入れたい！さすがに厳しい！どうなる？よし。あー、取れなかった。これは強い。よし、これは取れそう。ナイス。ありがとう。よし。トシッチ。ダメ。ディフェンスをかわした。あー、ごめん、出ちゃった。ごめんね。よし。さあ、追いつけない、これは。これは通る？あ、オフサイドだね。オッケー。オッケー。いいよ。ごめん。そうだね、僕が。今のは。逃したね、チャンスを。以上？大丈夫？厳しいね。これは何？ファールか。ファールがあったか。走ってくれるよね、これ多分。よし。
ポルスどこ？あ。リードしているホームチームが時計を使います。厳しい。不満も声に出しています。あの位置からさ、入れに行ってさ、まずいクロスって言われるの辛いよね。フリーキック、クロス扱いなのきついよね。うん。よし。おっと？うん。さあさあさあ。逆サイドでボールを回して、さあ、トーレスから僕に来る。僕もいけるんじゃない？ウニ、さすがに無理？僕も同じようなシーンでワンチャンスとかなかったか、さすがに。うん。よし。おっと？後ろに取らせて。うまく繋いでいましたが、ここでボールを失いました。ごめん、通らないか。なんか、オフサイドだったのか、このあれ、取っても。うん、よし。さあ、さあ、さあ、相手がボールを回す。真ん中に戻して。さあ、入れてくる。これ届いちゃう。まずい。いや、大丈夫だ。トラップミスしたところを奪った。うん。いいよ。うん。おっと、ここは相手のいいディフェンス。うん。こっちもいいディフェンスだけと繋がらない。よし。さあ、サイド、これ見とかなきゃいけなかったね、僕が。さあ、サード通される。ごめんなさい。ナイスクリア。さあ、もう一本入ってくる。さあ、いいクリアをして。うん、これはうちのボールになるね。オッケー、前半終了。いや、トーレスの2本で2対0。いや、これは衝撃の、何？すごい試合だね。いいね。いや、お気に入りが活躍したね。うん。よし。よし。うん。久々にこういうの、うちの競り合い取れたかも。さあ、オデソからフォーレス。うん、僕の位置もうちょっと考えないとパス来ないか。さあ、いい位置。どう？あーっと、そうなったか。うん。どうなる？厳しいか。さすがに。うん。前半はこのよし、ちょっと待って、ちょっと待って。え、何々と一緒に、今競り合ってたんだけど。嘘。さあ、どうだ？はい。いや、入れてくる。さすがにアルティメット。一筋縄ではいかなかった。さあ、2対1。1点差、守り通さないといけない。いや、むしろ3点目を入れたい。うん。ナイス？よし。ここで折り返したい。ああ、厳しいね。うん。さあ、これは相手のミス。よし。あーと、交代になったか。さあ、試合見ていきましょう。残り時間耐えてくれるのか。うん。さあ、おぜそくが、スローインは一度後ろの方をピックに戻す。さあ、前に入れていく。ファンミジョから後ろに戻して。さあ、おしゃれなパスが真ん中に入る。さあ、これは相手のインターセプト。綺麗なディフェンスから、よっと、ここ奪った中村しかしパスが悪い。さあ、矢島止めるも相手に渡ってしまい、ちょっと連携がうまくいってないか。オジェソクが一度後ろに戻す。さあ、ファビオのロングフィード。さあ、これを中村。ただし、このパスはちょっと、精度に変えて、また相手に渡りますね。中村どうした？ちょっと今日精度悪いか？ただ、ボール取るのはいいよね。うん。さあ、いいパスがサイドに通った。ファンミショから入れていった。うん、これは通らない。さあ、ここ競り合っていく真ん中。ただ、相手の長い球がしっかりと前に通って、沢田。さあ、横に流したパスをカットするが奪いきれない。さあ、まだこれは、ボールは、ああ、長崎ボールか。さあ、打ち上げてしまったトーレス。戻して。さあ、三浦が真ん中に入れていく。さあ、ゆっくりとボールを組み立てていく。さあ、ウィジョン。アルミューションに渡す。サイドに流す。サイド、プラッタから。プラッタが一度後ろに戻して、ハツセ真ん中入れるトーレスからのパスを相手が奪ってカウンター。沢田が長い球を入れるが、これはガンバボール。よし、さあ、ファビオが。真ん中を上がっていく。さあ、高く入れた。さあ、この球届きそうだ。さあ、中村届いた。取った。
キック。今度は誰が蹴るんだろう、このメンバーだと。渡辺一馬が入ります。ファンフィジョンに代わって渡辺一馬。まあさあ、相手も選手交代してきましたね。まあ、このラキック、誰だこれ。プラタが蹴ったさ、プラタのコーナー欲しい。シュートにはいけましたが、相手キーパーがしっかり止めます。あ、お、ナイス！スライディングからファビオが奪ったが、さあ、おっと、トモレス、ここは、奪っていく、ボールを取っていく、相手は数が少ない、足りてない。さあ、トモレス、いい位置からもう一本打つか？打った！さあ、決めた！ 3 点目！同じような位置から、ペナルティーエリア外からの3本目！本日3本目のシュートで、ハットトリック！いやー、トモレス、強い！これは打つかと思ったけど、打ったね。綺麗に入れて、3本目、ハットトリック。いやー、強強だ。いやー、強い、本当に強い。トモレス、トモレス、トモレスだよ。開始5分に入れて、試合終了10分前にもう1回。いやー、これは、ダメ押しの1点。もう、これは追いつけないか、相手。いや、トモレス、かっこよすぎる。さあ、三浦が外れて、クリアして、よし。さあ、ここでね、ハットトリックのヒーローは、下がります。新しく入るのは誰かな？うん。クロックスタッド。よくわかんないけど、よし。さあ、いやー、トモレス、見せたね。さあ、ゴールファウルか。さあ、フリーキック。うちのボールでフリーキックは、さあ、三浦から矢島。ゆっくりとね、無理する必要はないので、おっと、いや、ここは長い球を入れていった。取った中村、中村が落としたところ渡辺取り切れず。うん。さあ、相手も同じポジションに中村。よし、さあさあ、ファビオから、サイド、ボールを回していく。おっと。取られて、取られたが、奪い返す。さあ、真ん中で、ボールを、おっと、勝ちました。時間切れ、終了して、3点。いやー、これは強いですね。僕もパスとか良かったし、全然。いやー、そうですよね。さすがにこれは10点。評価10の。ハットトリックヒーローでしたね。いやー、かっこよすぎか？ということで、次回はルヴァンカップというところで、今回の試合は、J リーグの、第33節ですね。さあ、ハットトリックで、勝ちましたね。いや、強かったなー、今の。よし。ということで、勝ち点が63と、ラストの試合、湘南とで、ね、ん湘南、ん待って、ね。待って。この試合の日程が、これの凄さがね、いつもわかんない。んどこでいじるんだ聞こうか。よし。そうだね。まあ、ラストが、柏レイソル。4位柏レイソルとの対決で、勝つか負けるか。うん。2位と3位は直接当たるみたいですね。うん。まあ、とりあえず、これで8連勝かな？最後まで勝って9連勝すれば、かっこよく終われるね。9連勝でリーグ優勝したい気持ちはある。いや、トモレスいたらいけるんじゃないかな。トモレスの今日のちょっと、あのハットトリックは衝撃でしたね。よし。では今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。では、次の動画もよろしくお願いします。お疲れ様でした。またね。バイバーイ。